吉原亜美のモテの法則、今日も見ていただいてありがとうございます。吉原亜美です。はい、2020年婚活を絶対成功したい、素敵なパートナーと出会いたいと思っているあなたに送る婚活力第1弾をお伝えしようと思います。で、最も大事なのが、もうずっと言ってきてるんだけど、婚活パーティー、コンパ、お見合い、人からの紹介、すべて含めて一番大事なのは外見力です。もうこれに尽きるね。この外見力で相手さんが NG を出さはったら終わりやと思ってください。でも外見力って作れるものなので、何歩でも改善していけるから、それをちょっと身につけていかれると、何かでお伝えしたと思うんですけど、外見は9割外見で決まるんです。でもね、第一印象9割外見、外見しかない。どんなに性格が良くっても、どんなに頭が良くっても、なんかそんなんちゃうねん、考え方とか。そんなんはセカンドコミュニケーションの話であって、ファーストコミュニケーションは絶対外見力なんです。そこをちょっと見直ししていかれると、ずいぶん印象っていうのは良くなるので、ぜひ取り入れてみてください。で、この外見力っていうところで大事になってくるのが、一挙一動、一挙一動というところなんです。で、よくあるパターンで NG と NG じゃないもの、いい代表作をお伝えしていくので、ちょっと真似っこしていただいて練習してから婚活パーティーに挑んでいただくといいんじゃないかなと思っています。まず1つ目、一挙一動の一つ目は、例えば、吉原亜美です、よろしくお願いしますみたいな人、もしくは今日もありがとうございましたみたいな人。これね、喋るのと頭を下げるのが一緒になってしまってるんです。一挙一動ではないんです。なので、改善するんであれば、はじめまして、吉原亜美です、よろしくお願いしますとか、今日はありがとうございましたっていう感じ。喋ってからお辞儀をする、これが一挙一動なんです。これちょっとね、多いんですよ。ありがとうございましたとか、ありがとうございましたみたいな感じの人、すごい多いんです。なので、ちょっとね、喋る動くを分けられると、随分いい印象に変わっていくので、これはぜひ取り入れてみてください。で、一挙一動の2つ目、例えば、まあ、なんか街中のカフェとかでね、待ち合わせをするってなった時に、お店に入っていく時、まあ、こういうコートとか着てますやん。で、コート着てる状態で、あ、初めまして、すいません、遅くなってしまって、吉原です、よろしくお願いします、で、ちょっと電車が混んでてね、ごめんなさいねみたいなことをしてる人、本当にいらっしゃるんです。もしくは、こう椅子にこう座った状態で、なんか座りながらこうやって脱いでる人いらっしゃるんです。こうほんまにね、なんか雑多な人やなっていう印象が私はあります。で、いいパターンが、まあ、遅れたにしてもね、時間通りに行ってるにし、遅れるのはあかんけど、時間通りに行ってるにしても、こうできたらお店に入る前に服は脱いでいただく、で、手にかけた状態で入ってきていただいて座るっていう感じ。もしくは、もう脱ぐのが、お店の中で脱ぐってなってしまうんやったら、こうお店の中入っていって、その待ってはるテーブルのところまで行って、はじめまして、吉原亜美です、遅れて申し訳ございません
でそれから脱ぐ、手にかける、座るっていう感じ。全部が一挙一動なの。一挙一動。3つ目、オーダーをする。お店の中でオーダーをするってなった時に、座って誰々さん何飲まれます、メニューこれ、あこれなんかよかったら選んでくださいみたいな、なんかややこしいガサガサした人がいるんよね。これもあんまり印象良くなくって、例えば〇〇さん何飲まれます、メニュー渡す、喋る渡すで決めていただくっていうだけのこと。喋りながら何飲まれます、これなんかいいんですってみたいな、なんかね、ちょっと今の例が悪いけど雑多な感じのメニューの取り方をする方がいらっしゃるので、何を飲むかを聞いたら、聞いた後にメニューを渡す、もしくは逆、渡す何を飲むか聞くみたいな一挙一動を意識してほしいんです。4つ目、例えば何か飲んでるとします。で飲んでる時に、飲んで、みたいな。いるでしょ。これもあんまりその外見力っていうところではちょっとあんまりよろしくなくって、飲むんなら飲む、置くで、うなずく、喋るみたいな感じなんです。飲みながら、わかるわかる、そうそうそうみたいな人いてるので、できたら飲む、置く、喋るっていう、もう行動一つ一つを全部分離して分けてやっていくっていうことを意識してみてください。婚活で最も大事な外見力、見た目9割の中に入ってくる一つが、一挙一動というものでした。一挙一動はね、やっていくと品があるように見えて、余裕が見えて、女性らしく柔らかくなります。で、物の扱い方もすごくね、大事に物を扱ってるようになっていく。メニューバッサー広げて渡して、ボーン置いて、ガッサーって入れてとか、乾杯ガチャーンとかね。あ、よくあの婚活パーティーで、あのじゃあ乾杯とかってなった時に、乾杯ってしてチーンとか言わせる人とかいらっしゃるんですが、もうチーンもアウト。チーンはもう基本的にしない方がいいと言われていますが、まあ、あの目線ぐらいに上げて、ちょっと斜めに上げる程度にしておかれることをおすすめしてるんですけど、そのチーンやっちゃってもチーンって当たらない感じ、一挙一動やと。乾杯チーンみたいなのをするとガシャーンって当たるねんね。そうじゃなく、乾杯って言ってちょっと優しく当てると、乾杯で一言、次の動作がチーンやから、なんか全てがゆっくりできるっていう感じ。そうするとね、せかせかしてる人には見えないし、結構ね、女性として綺麗な感じに見えてくれたりします。この一挙一動、ぜひ取り入れていただいて、2020年の婚活に役立てていただけると嬉しいです。